野崎チャンネル。ちょ、さあということで、クライマックスシリーズファーストステージ日本ハム対ロッテね、1勝1敗で迎えた、14日の試合ね、終わりましたけども、5対2で日本ハムの勝利、日本ハムファイターズファイナルステージ進出決定でございます。はい、ということでね、ただいま、郡山の駅に着いてですね、まだ、新幹線まで1時間あるということで、しっかり、ね、会津若松からこの郡山に移動してくる間の車の中、あとはね、野球教室が終わって、片付けしながら、タクシーを待つ時間の中で試合をね、しっかり振り返ってまいりましたけども、ね、日本ハム、やるべきことをしっかりやって、しっかり勝ち抜いた。昨日の勢いのままね、逆転勝利、素晴らしかったと思いますけど、千葉ロッテマリーンズ、やるべきことを全くしなくて、負け切った。はい。っていうところになります。ね。まあ、密合戦だったけどね。結局ね。まあ、予想通りね、先発は、タレイチ。ね、日本ハム北山というところで、タネイチは7回111球、5安打6三振、3四球4失点。で、日本ハム先発北山は4回3分の2、93球、5安打4三振、2四球、2失点っていうところで、なんか短期決戦の戦い方を日本ハムはこの3試合したなっていうところが率直な印象。ね、シーズン中だったらもうちょっと長く投げさすんじゃないのかなっていうところの、まあね、このステージ、振り返ってもね、初戦の加藤も、6回3分の1でイニング途中でも危ないってなったら交代で、昨日の金村もね、6回3分の2でも危ないってなったらもう川野流星ね、もうイニング途中からでも交代で、今日の北山もね、4回3分の2もう危ないってなったら田中正義をね、買いまたぎしてでもっていうところで、もうなんか見事にこの短期決戦の戦い方っていうのを、まあ、しっかりできた日本ハムファイターズ、リリーフの起用法も含めて、逆にロッテは短期決戦の戦い方っていうよりも、もうシーズンの戦い方通りしちゃったかなと。で、そうなってくると3位のチームが勝てるわけないんだよね。シーズンね、大きく日本ハムに巻き越してる、シーズンの戦い方して3位なのに、短期決戦も思い切ったことやんないでシーズン通りの戦い方したら、それはまあ負けるね。で、その中でロッテはね、2回に先制っていうところで、ワンアウトからね、佐藤投手が右中間抜けるツーベース、ね、中村翔吾がね、まあ、詰まりながらもね、しっかり振り切ったっていうところで、ポテンヒットになってね、ワンアウト1、3塁、ここでね、初戦だったかな、スクイズをね、見破られてはないけども、ちょうど加藤がね、チェンジアップをワンパン投げて、成功しきれなかったっていうところの、まあ、リベンジでね、ここは、初球ボールになってからね、トムスギがセーフティースクイズ。しかもいいところに弾いてね、大きくバウンドしたことによって、まあ、本塁がセーフ。で、ここでピッチャー北山がね、ファーストへね、ワンバン悪送球っていうところで、なおもランナー残ってワンアウト一塁。で、ここ藤原がね、追い込まれながらも、ノーステップの逆方向でレフト前ヒット。で、ワンアウト満塁から、いや、ここも結構ね、ポイント高かった、この荻野の打席。ワンアウト満塁から、まあね、スライダー、初球カットボール1球投げたけども、まあそっからね、6球連続のストレートっていうところで、最後ね、まあこれ犠牲フライで最低限の2点目取ったんだけど、最後ボール球だったからね、これ見逃してればね、押し出し、ね、もう1点もあったし、まあここもストレート勝負っていう中で、もう ずっとストレート続けてきたからね、バシコーンちゃんとヒットしてほしかったね。ここも結構ね、ポイントだったかなっていうね、しかも最後ボール球だったからね、まあ最低限犠牲フライ OKOK なんだけども、結果振り返ってみると、ここも結構ポイントだったかなと。で、まあ2点も先制してね、おお、いい流れじゃないかと。まあこのタレイチどこまで踏ん張れるかなっていうところで、まあ3回裏ね、ワンアウトから、水野のライト前ヒットで、ね、松本のフォアボール。結局昨日今日もそうだけど、全部フォアボールが絡んでいくね。勝負どころでね。で、ここでワンアウト1、2塁のところで、浅間のところでね、パスボール。大バット。スライダーがね、まあ、アウトコース寄りに構えてて、スライダーが逆にインコース低めに行ったところで、届かないんだったら、ブロッキングの姿勢行けっていうの。もう、反応遅い。届いてない。パスボール。最悪です。本当に。だから、届かないんだったら、手だけで行かないで体で行くとか、判断悪いんで、すぐ膝つくからね。低め取りに行くのに。結局低め取りに行くのにすぐ膝つくと、横の動きが遅くなるのよ。だからアメリカでもそうだけど、フレーミング重視に特化しすぎて、膝つくと、正面に来るワンパン止めれるんだけども、横に揺られた時に結局足が動けないから手だけで行くのよ。今日の郡山の少年野球教室でもキャッチャーにもちゃんと教えたよ。足もね、ちゃんと可動域ね、大きくして、どこに来ても足も、
動けるようにね、横の動きが足もできるようにね、ピッチャーはどこ投げてくるか分かんないと、でもどこに投げきてもちゃんとキャッチングしなきゃいけない、ちゃんと止めなきゃいけないってなった時にね、しっかり手だけじゃなくて足もね、左右大きく動くようにっていうね、今日野球教室指導してきたばっかり、それができてない、だから結局足が固まって手だけでいって届かないでパスボールね。でその後ね、浅間をね、三振取るけどもね、ツーアウト2、3塁から清宮がね、ライトにタイムリーヒットって同点っていうね、結局このミスでね、2点に追いつかれるわけよね。まあそっからね、膠着状態になって、まあマリーンズも6アンダーだからね、なかなか打てない。で、日本ハムもね、なかなか打てないっていうところで、まあ4、5、6とね、日本ハムは三者凡退を続けて、まあロッテもね、4回に、次、友杉のヒットで出るけどもね、その後しっかり抑え込まれる。で、7回ね、表、ヒットも出るけども、ね、後続続かず0点になって2対2で迎えた7回裏ね。で、ここで、先頭ね、万波が、フォアボール。結局フォアボール。で、ここでね、軍司がバントした時に、種市がセカンドへ悪送球。オールセーフ。これやったわ。終わったわ。同点でね。で、ここで上川畑、送りバントをするけども、キャッチャー前落ちちゃってね。これは佐藤俊也取ってから早かったりして、3塁ね。2、5、3でね、ダブルプレイ。ミスをミスで返す。ミス合戦っていうね。で、ダブルプレイになってね、2アウト2塁。で、またここで、タミヤ、フォアボールっていうね。しかも、ツーストライク追い込んでからフォアボールだからね。まあ、ここでタミヤがよく踏ん張ったっていうのもあるけども、ね、ツーアウト一塁から、またスリーボールツーストライクになって、ストライク取りに行ったところを、水野がね、宇宙間へ、タイムリー、スリーベースっていうところで、追加点で2点。まあ、これでもうジエンドだなってね、思ったけどね。で、8回表三者凡退。ね。で、8回裏に、ワンアウトからね、清宮ライト前ヒット。で、ここでレースのところで清宮が盗塁。スタート良かったね。で、これで焦った、キャッチャー佐藤としてはセカンドへね、ファースト側に大きく添えて悪送球。で、結局ね、初戦のところもね、あれサスだからね、佐々木朗希の時良かったけど、あれも結局ね、ファーストが反れてるんだよ。全部反れてる。ね。で、それが悪送球になって、ランナー三塁行って、で、レイエスはね、三振、横山三振取るけども、万波にスライダー、レフト前ヒット打たれて、ダメ押しの5点目っていうね、ミスで相手に、点を献上。ね。で、9回もね、9回ね、宮西が上がって、佐藤を抑えて、で、中村、そしてね、友杉と、三者凡退に抑えて、ゲームセットというところで、まあ、5対2ね、日本ハムの圧勝っていう形で、いや、ちょっと種市投げさすぎたかなと、この7回裏のところでね、正直、俺は2アウト2塁、タミヤのところで、変えてもよかったんちゃうかと思ってたの、見ててね、普通にね。で、まあ、フォアボール出して、あ、ここで水野で変えてもいいかなと思ったら、なんとベンチに鈴木翔太入ってませんでしたっていうね。だから、もう2連投、だからまあ、怪我だったら、もう怪我とかね、なんかの不調、不良、体調不良、怪我、何かの不調、コンディション不良があって、もう投げれないからベンチから外したってなったら、これはもう仕方ない。ね。でももし、元気でなのに、2連投したから、もう投げさせないってなると、短期決戦ポストシーズンですよと、ね。日本一目指していくのに、3連投もう投げないんですかってなってくると、勝つぐらいで、だったら、選手怪我するんだったら負けてもいいっていう考え方。まあだからそれは別にね、監督とかチームが決めることだから、別にそれはそれでいいと思うんだよね。それ方針だからね。いや、勝つこと、ね。よりも、選手を怪我させないことが大事。ね、怪我させるぐらいだったら負けてもいい。それがポストシーズンだろうが何だろうが関係ない。っていう方針。だからそれは方針だからね。それをいい悪いって言えないじゃんね。それは、賛同できる人もいればできない人もいるからね。でもそれはもうそのチームの方針なんだったら、まあまあそれはそれで仕方ないと思うけども、まあ俺の考え方とは全然違うからね。日本ハムは結構、まあ、河野流星も3連投したし、勝つために、もう早めの継投とか、もう多分やるべきことを日本ハムは全部俺はやったと思うんだよね。だからこれで負けたらまあ仕方ないかなっていうね、もうやるべきことでやりました。じゃあマリーンズはやるべきことやったのかっていうと、いや、俺はやるべきことやってないんちゃうかっていうね。で、結局ことが起きてから全部、後付けところでね。前にやらないで全部後でってなって受け身になってで交代していってってなるけども、ここで鈴木翔太いてパシッと抑えてればまだ分からなかったけども、まあそれが3連投禁止だからベンチから外してまあ投げさせないっていう判断だったんだろうけど、まあそりゃそうなったら負けるよね、正直。だってシーズン戦って3位なんだからさ、そこを思い切ったことできなかったら、それはなかなか難しいんちゃうかって思ったけどね。まあでもそれはチームの方針だからね。別に、
あなたこうだも言えないし、別にそれが間違ってると思わないけども、でもまあ俺はよくわからないっていうね、やるべきことやって、別に三連投したらもう怪我するの絶対なんて思うけど、でもあともう一つさ、よくこれはもうプロ野球だけじゃなくてもアマチュアでも思うけど、怪我させるから投げさせないっていうけど、まあそれはわかるとね、今ね体力もないしね力もないから、怪我やると怪我するから休ますよ。じゃあ未来に向けてそれを3連投できるようにとか怪我させないようにトレーニング積むんでしょうねっていう、ずっと一緒ですかっていう、ずっと2連投禁止でもうずっと3連投だから、選手はね佐々木朗希とかもそうだし、いろんな選手もそうだしね、そりゃ疲れる、力ない、まだ体力ない、怪我するからゆっくりやっていこう、それはもう大事だと思う。でもこれは次の向けてのプロセスで言うと、じゃあ怪我しない体力作りしましょうとか、ね、長く投げれる体力作りしましょうとか、それができるように技術改善していきましょうって言って、できるようになりましたが、ゴールゲートだと思うけど、それはやんのかな？ずっと一緒なのかな？寝てて起きたら大谷翔平になれないけどね。って俺は思うけどね。まあ、あとはロッテ的には、やっぱりポイントとしては、ずっとこのキーマン投げた外が、まあ、この、ね、この14日の試合も4タコね。で、13日の試合も3タコね。で、12日の試合も3タコと。だから10タコだからね。そりゃキーポイント投げてたね、外が1本もヒットも打てないっていうのは、それはまあなかなか厳しかったかなと。逆にね、日本ハムはキーマンに挙げてた清宮がね、3割3分3厘っていうね、このポストシーズン活躍もしたし、で、まあ今日もタイムリー打ったしね。で、レイエスが3割6分4厘と、まあホームランは打てなかったけども、ヒットで結果チャンスメイクもできた。ね。で、万波も一発もあったし、結局水野もね、言ってたじゃん。まあ水野もね、言ってたと思うけど、対ロッテ戦ね、2割9分6厘と、パリーグの中で一番打ってると、ホームラン2本、打点8、OPS870 も、パリーグ相手の中でロッテが一番打ってますよっていうところで、まあこのね、シリーズも4割っていうところで、まあ、結果も出したしね。まあそういった意味では、まあ、その選票前に挙げた、もうキーポイントプレイヤー、レイエス、清宮がしっかり働いて、まあこうね、相性の良かった水野がしっかり今日も結果を出して、点を取っていくっていうところでは、まあ、非常にね、シーズン通りの活躍が、できたっていうところもあるし、まあ、逆にね、ロッテで言えば、キーポイントプレイヤーは外ですよ、となった時に、まあ、外が10タコっていうところで、まあ、ヒットも打てなかったら、まあ、それはなかなか苦しいね。まあ、そういった意味で、今日もね、小刻みの系統をね、清宮、そして田中、北山ね、4回3分の2で、北中誠義が1回、3分の2と、で、回またぎまたぎ投げて、で、河野流星が3分の2投げて、で、池田宮西とね、1イニングずつ投げて、しっかりロッテを、北山の2点以降、ね、3回以降無失点に抑えるっていう、まあ、この3連戦、特に投手陣の使い方、ね、で、連投も気にしないでやるべきことやる、1イニングじゃなくて、回またぎもあるけども、この、イニング途中で3分の1、3分の2もあるっていうところでは、非常にリリーフの使い方も上手かったし、各選手が頑張ったかなと。逆にマリーンズは、っていうところの起用法も多かったかなと。で、野手陣もね、勝負どころでは1本出て、で、まあマリーンズはね、ミスで相手に得点を上げていくっていうね。で、日本ハムもそういうね、ミスはあったけども、最後それを取り返せた。だからまあミスしてもね、それを取り返せればいいんだけどね。だから種市のミスがあったけど、佐藤俊也が取り返した。で、ここで0点で抑えれてたら、よかったんだけども、最後水野にね打たれちゃうっていうところで、まあお互いのミス合戦はあったけども、それを最後仕留めきれたか仕留めきれないのか、やっぱりシーズン2位と3位の最後は力の差が出たなと。まあ逆にロッテで言うと、やっぱ昨日あの勝った流れでそのまま勝ち切らなきゃいけなかったところを万波に打たれて流れを一気にね持っていかれて、でも今日ね2点取って流れはもう一回引き込んだけども、自分たちのミスでそれを吐き出していくっていうね。で、最後は、手の打ちどころもなく、手の打てる選手も外しててっていうところで、できることも少なく、やることもなかったっていうところが、まあ、敗戦の原因かな。まあでもこれは仕方ない。チームの方針だからね。それをそうやって持っていく。それを理解できる、理解できないはいろんな人もあるけども、それはね、俺がやったって理解できないこともあるし、理解できることもあるかもしれないし、それはもう結果でね、評価するしかないけども、まあそれはもう仕方ない。っていうのが、まあ、里崎の見解かな。うん。まあでも日本もこれでね、勢い乗っていくからね。で、次伊藤博美取ってたのがいる。ね。
で、山崎幸はもう3イニングしか投げてないから、まあ、どっか3戦目ぐらいかな。2戦目はどうなんやろな。っていうところもある。で、そこまた加藤帰ってくるっていうところで、まあいい感じでね、伊藤博美取ってたのがいけるから、こう、初戦ね、どうなるのかっていうところがポイントだし、またこれね、ソフトバンクと日本のハムのね、この戦表っていうところを、これから作ってね、皆さんに提供したいと思いますので、ぜひそちらもお楽しみください。ということで、佐々木智也、クライマックスシリーズファースト、ソチェック、ね、郡山のこのなんかビジネス、空間なんか駅の中にあるたまに新幹線とドコ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 ってなるけどもね、30分550円で、使いましたっていうところから、緊急で取りましてお送りしましたということで、ロッテファンの皆さん、日本ハムファイターズの皆さんね、コメントお待ちしてます。この日本ハムの勢いがね、ホークスにどこまで行くのかね、ファイナルも楽しんでいきましょう。それでは。